はい、どうも、はるきです。初めてね、新しいカメラを使って動画を撮っておりますので、若干このね、近く寄ってピントとか忘れられないところがあれなんで、マクロレンズを変えたいと思っている今日この頃でございます。でね、慣れないんで若干手こずると思いますけど、よろしくお願いします。今回開封するのはね、何月 ?11 月か10月のパンダの穴さんの新商品、こちら、グリーングリーンアーミー2でございます。今ちょっと若干ピントがね、クスクスでこうやっちゃうんでね、グリーングリーンアーミー2でございます。だいぶ画質とかね、綺麗で滑らかだと思います、動きが。はい、こちらね、前回のグリーングリーンアーミーのパート、シリーズ第1弾の方は、まあ、コンプリートはしてないんですけど、まあ、だいぶ変えましたね。今回ね、ラインナップが厚いんですよ。はい。ジャイアントパンダ、オオワシ、ヨーロッパミンク、チンパンジー、シロサイ、チンチラ。まあね、このオオワシが一番厚いですよね。このオオワシがね、一番厚いです、多分。多分てか、自分の中では一番欲しかった。で、今回出たのがこれ。出ましたね。大足多分。これ大足で、大足だね。これはテンション上がったね、マジで。これはね、テンション上がるしかない。逆に。上がる以外なんかない。うん。やっぱね、このガチャガチャの醍醐味っていうのは、欲しいのが出てた時にね、一番テンション上がりますよね。はい、こんな感じでございます。組み立てましょう。グリーングリーンアーミーシリーズはですね、パート1が出た時からだいぶテンションが上がっておりまして、その時期にちょうどグリーンアーミーのおもちゃが欲しかった頃でね、これめっちゃ動物雑誌いいじゃんみたいな、ちょっと噛んだね、で動物のフィギュアが結構好きなんですよね。パンダのアナさんから出ている動物のフィギュアが、そしてすごい硬い。はい、できました。で、まあね、そのグリーングリーンアーミーは兵隊ということで、ここにね、爆弾的なミサイルみたいなの持ってますね、足で。で、ここにはちゃんとリュックを背負っておりまして、ここにはなんか傷的な、あれがありますね。はい、こんな感じです。ちょっと見せるのがちょっと難しいですね、この一眼レフは。ね、青と。で、では2個目、こちらね、もうすぐ重いんですよ。めちゃめちゃ重い。オープン。これね、サイかと思ったんですけど、違うんですよ、これ。これ実はね、実はサイじゃなくて、サイじゃなくてこれ、ジャイアントパンダ。パンダも熱いよね。パンダ人気だから、子供とかに。お子さんとか幅広くか。子供から大人までね、人気な動物ですので、何言ってるんだろうか。そうじゃないよね。ちょっと違ったね。これは結構パーツがあるね。もう簡単。なんか、お弁当みたいなやつ、くっつけて、お弁当じゃないと思うけど、で、パンダの顔ね、グラサンしてる。かっこよ。グラサンしてるよ。で、このね、なんかライフル銃的な、めちゃめちゃ曲がってるけど、めちゃめちゃ曲がってるけど、このライフル銃的なやつを、まあね、恒例だよね、これはね。みんなつけてるね。ここにこう、ガシャコンとつけまして、なんかね、意外とやりやすかったね。この一眼レフのレビューね。近づけると、ピントが合わなくなるけど、この距離でやれば、すごく綺麗に映るから。いいね。気に入ってる。うん。台座につけまして、よいしょ。よいしょ。全然そうそう。グリーングリーンアーミーはね、台座がはまんないんだよ。はい、こちらがジャイアントパンダでございます。いいですね。かっこいい。ごつくてかっこいい。これは結構重たいんでね、出た瞬間にわかると思います。サイか、重たくてだいぶ詰まってる感じがしたら、サイかジャイアントパンダですね。はい。まあ、こっちの方が好きかな。こっちの方が好き。かっこいい。うん。鳥はね、いいですよね。はい、こんな感じでございまして、今回はグリーングリーンアーミー2の開封、多分第1回目、第2回目もやると思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。